タレントで俳優の石田純一さん、裸足にローファースタイルのイケオジとして芸能界でも有名ですよね。今回は、そんな石田純一さんについて、石田純一の父親は元 NHK アナウンサー、石田純一の母親、石田純一の兄弟、石田純一の祖父、石田純一の実家はどこ、石田純一の祖先は武士、これらの気になる情報をお伝えしていきます。キャレットキャレット。コンテンツ、ヒデ、ワン。石田純一の父親は元 NHK アナウンサー。2. 石田純一の母親。3. 石田純一の兄弟。4. 石田純一の祖父。5. 石田純一の実家はどこ。6. 石田純一の祖先は武士。7. 石田純一の父親職業は元 NHK アナウンサー。母親兄弟と祖父や祖先も調査まとめ、石田純一の父親は元 NHK アナウンサー。石田純一さんの父親は、石田武さんで NHK アナウンサーです。引用、https://hakamegurido.exblog.jp/3351-8760/石田武さんは、1926年に生まれ、麻布獣医専門学校を卒業しましたが、終戦後、再生の獣医が復員したため、獣医の職に就くことができませんでした。しかし、得意だった英語を活かして NHK のアナウンサーに採用。最初に派遣された広島時代には、広島カープ創設時のラジオ実況を務め、那調子のアナウンサーとして知られました。また、報道アナウンサーとしては、ケネディ大統領暗殺事件関連の報道特別番組の司会や、アポロ11号月面着陸の実況など、重要なニュースの報道役務めました。しかしながら、NHK 在職中に脳卒中で倒れて後遺症が残り、在職後は長い闘病生活を送っていました。そして63歳という若さで亡くなられています。石田純一の母親、石田純一さんのお母さんの名前は、石田静江さんで、ピアノが大好きな方です。また、石田静江さんは、息子の石田純一さんの一番の味方でもあり、石田純一さんが危機的な状況や、難しい局面に立たされるといつでもかばってくれる優しい方でした。そんな最愛の母親である石田静江さんですが、2007年に白血病で亡くなられています。引用、https://cyamatrending.com/ishidamomokeirekei。石田純一の兄弟、石田純一さんには石田桃子さんという、ピアニストの姉がいます。石田純一さんよりも4歳年上で、2024年で74歳を迎えられます。石田桃子さんは、6歳の時に父親の仕事の都合でアメリカに渡り、アンソニー・ダミーゴさんの下でピアノを学びました。帰国後は、東邦女子高等学校音楽科に進学し、東邦学園大学音楽学部を卒業。最近ではコンサート、音楽活動以外に、テレビ出演、ラジオパーソナリティ、講演会など、精力的に活動されていました。しかし、2023年9月に東京都練馬区の自宅マンションで亡くなっているのを石田純一さんに発見されました。正式な死因は公開されていませんが、現場の状況から熱中症による孤独死だったと見られています。ご冥福をお祈りします。石田純一の祖父、石田純一さんの祖父は、石田武太郎さんで、中外商業新報、現在の日本経済新聞社の記者をしていました。石田武太郎さんは、なんと早稲田大学政治経済学科卒業という高学歴の持ち主で、卒業後は中外商業新報、現在の日本経済新聞社に入社し、政治部に配属されました。すると1921年には、石田武太郎さんはワシントン会議の特派員に選ばれ、その歴史的瞬間を取材された過去があります。先だっての石田純一先祖がワシントン軍縮会議にプレスで行ってたとか、今回の羽田美智子さんとか、
かんこれのおかげで日本史に詳しくなりました。シャープファミリーヒストリーシャープ NHK アゾーアット YSZO フィフスフェブラリー6、2015。その後は日本に戻り、中外商業新報の政治部長となり、さらに編集局長まで昇進されました。また、42歳の頃には新聞記者を辞め、出身地の大阪から衆議院議員選挙に立候補しましたが、残念ながら落選。その2年後には肝硬変を発症して44歳で亡くなられました。石田純一の実家はどこ？石田純一さんの実家の場所は不明です。しかし、石田純一さんは東京都目黒区出身で、しかも祖父の石田武太郎さんがもともと目黒に住んでいたという情報があります。もしかすると、祖父の代から目黒に住み続けていたのかもしれませんね。しかし、具体的な場所は不明のため、詳細がわかり次第、追記しますね。石田純一の祖先は武士。石田家の先祖は、石田重右衛門という紀州藩士です。石田重右衛門は、大阪夏の陣の後に紀州藩士から富田林の庄屋になったという伝承があります。現在も大阪府富田林市には、石田家の本家が残っています。合わせて読みたい、谷原章介の嫁宮家恵美の現在画像は、簡単な石田一世との離婚理由がやばい。石田一世の嫁歴代と谷原章介の関係は、離婚理由とラーメン屋の噂を調査。石田純一の父親職業は元 NHK アナウンサー。母親兄弟と祖父や祖先も調査まとめ。今回は石田純一さんの家系図にまつわる情報を紹介しました。石田純一さんの父親も祖父も報道に関わる職に就かれていました。また、祖先は武士であることには驚きましたね。また新しい情報が分かりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとう。